こんばんは、宮沢です。今日はニーチェのスラトストラの解説の続きをしていきたいと思います。先に告知をします。チャンネル登録募集してますんで、画面の右上の銀色のボタンから登録お願いします。スマホでお聞きの方は、画面の下にチャンネル登録というボタンございますんで押してください。お願いします。あと、スカイプ読書会というのを行ってます。今日は2014年の12月23日なんですけども、今、カミューのベストを読んでいくという読書企画をやってます。まあ、音声で解説してますんで、読みながらお正月中ぐらいに読み終えれば、という感じでやってます。一人で読むのは大変なんで、一緒に読んでいきましょう。まあ、特に、なんか登録してもらうわけじゃないんですけど、私が YouTube で音声解説してるんで、まあ、それ聞きながら読んでもらえればなと思います。まあ、質問とか感想あればメールでいただければお答えします。まあ、スカイプのグループチャットもやってるんですね。で、カミューの異邦人も、まあ、今のメンバーの方と一緒に読んでますんで、参加したいって方はですね、まあ、メールいただければ、まあ、何回かやり取りさせていただいた上で ご招待させていただきますんで、お問い合わせください。無料です、そちらは。ということです。今日はですね、1000の目標と1つの目標というところに行きたいと思います。95ページですね、読んできます。サラトストラは多くの国と多くの民族を見た。そして多くの民族の善と悪等を発見した。サラトストラは地上において善悪ほどに大きな力を持つものを見なかった。まず善悪の評価が必要である。それによって民族は生きていくことができる。しかしおよそ存続するためには、その民族が隣の民族が評価する通りに評価してはならない。ある民族に善と思われた多くのことが、他の民族には嘲笑に値し、恥辱とされた。それを私は見た。ここで悪と呼ばれた多くのものがあちらでは神区の公園に飾られているのを私は見た。隣国同士が理解した試しはなかった。彼らはお互い隣国の妄想と悪意といぶかしく思っていた。ということです。善悪っていうのは民族によって違うってことを言ってるんですね。ツラドスラ、多くの民族と多くの国を見たら、多くの民族に善悪があったと。で、地上において善悪ほど大きな力を持つものはなかったということですね。で、日本人の善悪っていうのは、中国人の善悪と違いますし、フランス人の善悪と違いますし、アメリカ人の善悪と違うんですよ。普遍的な善悪、正義、悪っていうのはですね、正義と悪っていうのはないんですよ。でその民族民族で決めてるんですね。そこが重要なんですよ。なんで重要なのかって、これは僕の一生のテーマだと思ってるんですけど、我々が善だと思ってやってることは本当に善なのかっていうことをですね考えないと、俺の善だと思ってやったことは人を苦しめてる可能性ありますからね。で、また自分が善だと思ってやってんのに全然、なんだろう、報われないって気持ちで悩んでる人いると思うんですね。真面目に働くことが美徳だと思ったら過労死してしまったみたいな感じですね。真面目に働くことは善だと思ったら死んでしまったっていうと、じゃあ真面目に働くことは善なのかって問題になっちゃうんですね。で、我々生きてる間にたくさんの善悪の判断をしてるわけですよ。そのすり寄せが他人と聞いてないんで、何が善で何が悪か、何が道徳的価値があって何が道徳的価値がないのかですね、よく分かってないですね。これカント哲学、今道徳形而上学言論も並行してご説明してますけど、カントが一生追い求めたテーマも何が善がなで何が悪かなんですよ。ニーチェも同じです。何が善で何が悪かずっと考えてるんですね。で、民族によって違うと。
いうことを言ってます。で、隣の民族とこちらの民族は善悪が違うんですよ。日本人の善悪と朝鮮人の善悪と中国人の善悪は違いますからね。で、イスラム教徒の善悪も違いますよ。それが分かってないとですね、日本人の善が世界的に普遍的に善だと思ってるところは大きな勘違いですからね。で、これを分かってないと、ニュースとか新聞とか見てて、あれってことはありますからね。そういうこと言っていいのかと、他の国の人が見たらどう思うんだって。日本人しか見てないと思って喋ってると、これ、そんな、国外にいたら何も通用しない話ってたくさんあるんですよ。でもなんとなく、いいこと悪いこと考えて、まあ生きてて、それでうまくいってんじゃからいいじゃないですか、宮沢さんって思うかもしれないですけど、今うまくいってないんですよ、それが。さっきの過労死の問題じゃないですけど、ブラック企業で一生懸命働いて報われなくて、要はがなんで自殺する人がいるわけですね。病気になったりですよ。じゃあ、それっていうのは今まで教えられてきた真面目にコツコツ努力するっていうことが善じゃなかったってことが分かっちゃうんですね。で、それで急激に振り子が振れるようにですね、いや、コツコツ真面目に働くなんか馬鹿らしいと、濡れ手に粟が一番だって言って、アベノミクスだって言って、株やってみようって言っても、これもこれで善なのかどうかって難しいんですね。損すれば善じゃないですからね。自己責任って話になっちゃうんで。まあ、拝金主義っていうかですね。まあ、最近でも、だいぶその、なんですかね、お金にお金を働かせる、金持ち父さん、貧乏父さん的な考え方、2000年代になって急に善だ、これが良いという開き直りにも近い考え方ありましたけど、まあそれも振り子が振れすぎてですね、一方でそのコツコツ真面目にやるって思ってる大半の人と、いや濡れ手に粟でしょ、お金がで買えないものはないでしょうっていうのはですね、まあ表と裏みたいな、光と影みたいな感じになってますね。そうなると、何が善なのか何が悪なのか、結構その日本人の中でも変わってる過渡期なんですね。で、道徳的価値と業績価値って音声も入れてんですけど、今までは道徳的価値ってのは異常あると思われてきたんですよ、日本でも。いまだに言いますけどね、日本の伝統的な道徳価値を大切にしようって言ってる保守系論断人みたいなのいますけど、何の説得力もないと思いますよ、僕は。それはブラック企業でコツコツ働けって言ってるとのと同じだと思うんですけど、そうすれば報われると。そんなところで病気になるのはあなたが弱いからだとかですね、自己責任論になっていくんですね。昔の人も猛烈に働いたけど、今の若者は軟弱だとかですね、そういう話なんですけど、それはおかしいですよ。高度経済成長期なんか大して能力なくたって、人は家族を育てて、ある程度一戸建ての家を持てたっていう、いい時代が、これは確実にあったわけですよ。それは日本だけの一極の状況じゃなくて、歴史的にそういう立場に、まあ、アメリカとソ連の冷戦対立がある中で、日本が経済的に発展できる、そういう条件が揃ってた時代はあると思います、80年代ぐらいまで。今はそうじゃないんですね。だからもうずっと衰退、まあデフレ不況って言われてますけど、そういう状況になってると。そうなると、今まで善だと思われたコツコツ働くっていうのはですね、コツコツ働こうにもコツコツ働くような会社がそもそもない、製造業がみんな海外に出てきちゃってるとかですね、あるんですね。そうなると、昔みたいにその猛烈に働けば儲かるってことないですね。猛烈に働いても給料上がんないですから。そういうことになってるってことですね。だから、今日本も何が善で悪かすごい揺れてると思います。それが皆さんの生きづらさにですね、つながると思うんですよ。まあ職場がギスギスしてるとかですね。
なんでギスギスするかって、それは、そんな、社会の構造が変わって歪みが職場に出てるからですね。人は辞めさせられないから、給料上げないで、長時間働かせるっていう状態になっちゃうんですよ。そしたらギスギスしますからね。で、福利厚生が削られるし、会社にいるメリットもあんま感じられないと。そういう方が多くなってきてるということですね。で、それ世界的な問題なのかっていうと、日本だけの問題ですよ、まずは。っていうところなんですね。だから日本人の善悪が問われてると。いうことですよ。で、それに対してこの2000の目標と一つの目標っていう、ツラトストラの言葉、非常に重要なことを言ってます。で、ある民族には善と思われたことが、他の民族には嘲笑には値すると。そういうのを見たって言うんですね。で、まあその例はいろいろあるんですけど、まあ日本人の善って僕は和をもって尊しとなすだと思いますよ。そのなんか聖徳太子が言ったとか言わないとか、聖徳太子自体が本当に存在するのか問題もあるらしいんですけど、まあ聖徳太子が和をもって尊しとなすって、なんか17条の憲法かなんかで書いて、まあそれが道徳的価値、強い道徳的価値になってますね。あんまりその感情的に争わないで丸く収めるっていうのはいいってことになってますけど、まあ一方で世界はその自己主張していかないと、自分の権利は主張して議論を戦わせないとダメだっていう文化圏もたくさんあるわけですね。まあだから日本人にとって和をもって尊しとなすが道徳的価値があると思われてるんですけど、外国ではそうは思わないと思いますね。じゃあ外国には外国の道徳的価値があるんですよ。それをまず見ていかないと、日本の道徳的価値がとどう違うのか理解できないんで、まあそこまでやんないで感情的に外国の道徳的価値がおかしいって言っても、それは意の中の蛙の話だって、日本だけずっと住んでればそれでもまあ通用するのかと思いきや、もう通用しなくなってきてるわけですね。だからみんながみんな日本人の道徳的価値って本当に道徳的なのか考えなきゃいけない時期だと思いますけどね。一生懸命今学校で道徳教育やる、必修化しようとしてますけども、義務教育で、まあ、そこにも道徳的価値がなんだか子供もわからなくなってきて、まあ大人もわかってないんですけど、なんとか まとめ上げないと民族として何が善か分かんなくなってきて、まとまりがなくなってくるってことなんですね。そういう危機感がまあその政治家とかまあ企業経営者とかにあるんだと思うんですけどね。まあ教育現場にもあるんでしょうけど、そういうことになってます。96ページ5行目、隣国同士が理解した試しはなかった。彼らはお互いに隣国の妄想と悪意といぶかしく思っていた。どの民族の頭上にも千の数々を刻んだ石の板が掲げられている。見よ、それはその民族が克服してきたものの目録である。見よ、それはその民族の力への意志が発した声である。その民族が困難だと考えるもの、それはその民族にとって称えられるべきものである。不可欠であるが手に入れたのに困難だというのも、それが善と呼ばれるものである。そして気球存亡の瀬戸際から救ってくれるもの、稀有なもの、この上なく困難なもの、それがその民族によって聖なるものとして称えられるものである。まあ、隣国同士が理解した試しはなかったって言いますけども、まあ日本で言えば中国、朝鮮、まあ、韓国、北朝鮮、まあ理解した試しはなかった、まあ理解できない部分は残ると思いますよ。じゃあ中国人の道徳的価値ってどこにあるんだって日本人に説明しろって言われたら、説明できる人はあんまりいないと思うんですね。で、僕も知らなかったんですよ。で、これ僕は小室直樹先生の中国言論っていう本を買って半分ぐらい読んだんですけど、中国人の道徳的価値っていうのは、まあ、中国人社会の法制に深く関わってるって言うんですね。で、一つはその、
家族ですね。母系、父系集団ですね。父親が、まあ、父権制なんですね。父親が強いんですけども、血縁が父親中心にまとまってる、そういう家族主義のところと、あとはその仲間ですね。そういうものを大切にするパンっていうのはですね、パンフェっていうらしいんですけど、そういうものが一番重要視される。だから身内とそれ以外の人で分かれてるんですね。身内っていうのは家族とか仲間、あとそれ以外は他人、そういうふうに分かれてるんですね。でそのパンっていうのはその職業組合みたいので分かれてる場合もあるし、同じ出身地とかでまとまってる場合もあるし、まあいろいろあるらしいんですけども、まあそういうのは日本人より強いんですね。だからまあ何ですか、日本人の道徳的価値って会社の道徳的価値が日本人の道徳的価値だぐらいの強制力があるんですよ。会社で白だったら白なんですよ。会社で黒だったら黒ですよ。今まではそれで成り立ってたんですけど、道徳的価値っていうのは、まあ地域社会と、まあ地域社会もそこまで強いかというと強くないと思いますけど、まあその都市部に行きゃ地域社会のまとまりなんかないですからね。農村に行きゃまあ強いでしょうけど、それとまあ企業に勤めればその企業の中での連帯感、それあとはなんか出身校別とかですね、うん、そういうもんでつながってると。まあそういうとこはあると思いますけど、まあ中国においてはその親戚関係と、まあ、相続っていうらしいんですけど、相って宗教の宗って書いて家族の族ですね。それとパンですね、その仲間のちぎりみたいな。で仲間のちぎりが一番、そこを守るのが一番重要であって、それ以外は重要じゃないと。だから、その、身内での価格と他人に売る価格は全然違うっていうのは、そこに由来してるっていうんですね。身内にはもう、原価同然で売るけど、他人にはいくらぼったくてもいいって。それでも、それは道徳的に善だ。問題ないってことになってるんですね。それはその、中国社会の構成からそうなってる。そうなんですね。まあ今それもどんどん変わってきてると思いますけど、もともとはそうだと。だから日本人からすると他人にすげえぼったくりやがってって、日本人ならこんなぼったくらねえぞって思うんですけども、それは中国人と日本人の道徳的価値のありかが違うから、ってことですね。それを見て、その中国人が個人主義で自己中心的だっていうと、自己中心的なのは外に対してですね。他人に対して自己中心的だって、身内に対しては本当に滅私奉公みたいな、そこで分かれてるんですね。そこが分かってないと、一律に中国人見て近代化してないって言って文句言ってもですね、文化が違うってとこがあるんですね。そこを理解した上で関係を築かないと厳しいですね。まあ郷にいれば郷に従いですからね。中国で商売するならそうしていくしかないでしょうし、まあ、中国の人が日本に来て商売するなら日本の道徳価値に合わせなきゃいけないでしょうけどね。まあそういうことになってます。まあそういうことなんですよ。だから善悪が民族によって違うってことは分かってないと、ただ感情的に好きだ嫌いだと、日本人がやんないことやるから嫌いだって話になっちゃうんですけど、ある程度その考え方、道徳的価値のありかが違うってことは理屈で分かってればそんなに感情的に揉めないんですけどね。ああそういうもんなんだって、そうなんですねって向こうに確認すればそうですよって言うと思うんで、そこで変わってくると思います。でヨーロッパの価値基準っていうのはもう欧米はですよ、キリスト教圏はもう確実にモーゼの十戒なんですね。でこの何度も石の板って言うんですけど、石の板ですね、スラトストラは。これは何のことかっていうと、そのモーゼの十戒が書いてある石の板ですね、石の板があるんですね。その盗むなとか、父と母を敬えとかですね、
あるわけですよ、そのモーゼの10回は。で、それは神との契約なんですね。で、民族がヤハウェですね、と契約したと。それを守らなきゃお前の民族皆殺しだって言って約束してるわけですね。それで、10個の戒律があると。それを守って生きるんですね。日曜日や休めとかですね、会員してはならない、盗んではならない、君の隣人に対し偽りの証を立ててはならない、隣人の家を欲しがってはならない、隣人の妻を欲しがってはならないとかですね、たくさんあるわけですよ。ここからあらゆる法律ができてってんで、神との契約ってものが道徳的価値の元になってるわけですね。キリスト教圏はそうなんですよ。イスラム教もそうですよ。イスラム教にも適用してますからね。モーゼの10回ってキリスト教だけじゃないんで、旧約聖書はイスラム教とも対立してます。コーランってモーゼのこといっぱい書いてますからね。ってことになります。まあだからキリスト教の信仰してる、ユダヤ教もそうですけど、ユダヤ教、イスラム教、キリスト教って同じ神を信仰してるんですよ。名前が違うだけで。まあキリスト教だけイエス・キリストも神だってなっちゃってますけど、まあそこが、イスラム教、ユダヤ教と違うんですけどね。イスラム教、ユダヤ教の人からイエス・キリストは別に神じゃないですからね。預言者だって言ってますけどね。そういうことです。なんですけども、まあイスラム教、ユダヤ教、キリスト教はモーゼの10回ですね、神との契約っていうとこから道徳を作ってるんですね、善悪は。そこに善悪の基準があるんで。だから人のものを盗んではならないって、なんでイスラム教徒やらユダヤ教徒やらキリスト教徒が人のものを盗んだり人を殺しちゃいけないって思ってるかっていうと、それは神と契約したからそうなんだと。善悪っていうのは神と契約したことを守ることだって言いますよ。でも日本人はなんで人を殺しちゃいけないんですかって昔よく言ってましたけど、10年ぐらい前ですかね、15年ぐらい前、僕が高校生ぐらいの時ですよ。なんかその切れて人を刺す人がいっぱい出てきてですね、でなんかなんで人を殺しちゃいけないんですかとか言って NHK の特番とかでやってたんですけどね。でまあ道徳的価値が崩壊したとか言って騒いでましたけど、日本人になんで人を殺しちゃいけないんですかって言ったら明確に言えないわけですね。だってキリスト教徒じゃないから、そのモーゼの10回の石の版に書かれてるからそうなんだって。神との契約だからそれを守んないと民族皆殺しなんだよって、お前が死ぬんだよって、そういう言わなくても分かることがヨーロッパでもイスラム圏でもあるんですけど、ただそうなってないですね日本だと。そうなると答えられない大人が出てきてどうなんだって話になってたんですけどね。これ重要なんですけどね、なんで人を殺したらならないんだって明確に答えられるのかって、和をもって尊しとなすからだって言うしかないんですけどね。じゃあ和って何なんですかっていうとまた困っちゃうんですね。で大人の側に説得力がないってことになっちゃうんで、子供が善悪が分かんないってそういう話になってきちゃうんですね。まあそれもおかしな話だと思うんですけども、まあ今もし皆さんも子供にですよ、今小学生になんで人を殺しちゃいけないんですかって聞かれた時に納得のある説得力のある答えができないとしたら、それは道徳的価値が曖昧なところがあるってことだと思った方がいいと思うんですけどね。まあそこまで思った方がいいと思いますって厳しく言うとなんか嫌な感じになっちゃいますけど、そんなこと言わなくたって殺し合いしないんだから、言わずもがなで分かりきったことだから説明しなくていいって、まあそういう答えもあり得るとは思いますけども、実際にたくさん人殺しちゃう人が出てきた場合、なんでそいつがダメなのかって、法律に殺しちゃいけないって書いてあるからダメだって
いう以外にですよ、道徳的になぜダメなのか説明できないといけないですね。このせこのなぜ人を殺しちゃいけないかって結構重要な話なんですね。ともすると、じゃあ戦争とかやってんじゃないですかって、殺し合いしてんじゃないですかとか言われちゃうと言葉に詰まると思うんですね。で、綿密なロジックがあるわけですよ。場合によっては人を殺してもいいって、じゃあなんで殺しちゃいけないの、殺していい時といけない時の違いは何なんだとかですね、殺していい人間と悪い人間がいるのかとかですね、いろいろ出てきちゃうんですね。この問題ちゃんと考えないとどうなるかっていうとですね、別に生きていく上でいいんですよ。その自然法だって言って、自分が殺されそうになったら相手殺してもいいって正当防衛っていう考え方ありますけど、いろいろな側面からなぜ人を殺しちゃいけないのかって問題で出てくるんですね。で、昔バトルロワイヤルって深作欣二の監督した映画ありましたけど、なんか高校生だか中学生が無人島に行って殺しちゃうって話だったんですけど、まあ、あれも問題になったんですけど、まあ、あの映画が出てきた頃なんで人を殺しちゃいけないのかって問題って出てきたと思うんですけど、ああいう映画が出てきた時批判できないわけですね。だって善悪のないものを書いてあるものが出てきて、作品として素晴らしかったら素晴らしいってことになっちゃうじゃないですか。でフィクションは何でもやっていいんだって話になっちゃうと、人を殺した人がハッピーエンドになるような映画が出た場合、批判できなくなっちゃうんですね。誰も道徳的価値が曖昧だと、これすごい重要なことだと思うんですけどね。だからその残酷ゲームの問題とかありますけど、まあ、残酷なアニメとかもありますけど、海外の人から見ればなんでこんな残酷なもんほっとくんだってなっちゃうんですね。なんか人をやたら殺すゲームとかですね、すごい暴力的なシーンばっかあるアニメとかですね、なんでこんなうちの国じゃ絶対放送できねえよとか販売できねえよってものを日本人はあんまり問題なく販売したりしてるわけですね。で、我々日本人の側からすれば、これ、いや、これはフィクションだから何でもいいんですよ。想像力、イマジネーションだからいいじゃないですかって。何人殺そうがいいじゃないですかって。だってこれ、実際にある話じゃないんですからって言って。でもなんか事件が起こると、いや、ああいう暴力ゲームやアニメがあるからこういう事件が起こったんだって言って、規制の対象になっていくわけですね。じゃあ、あの不毛な議論はもともとどうに原因があるんだということなんですね。で、フィクションの中なら何でもやっていいのかって話が出てくるんですよ。フィクションの中だって100人殺してもいいのかって話になっちゃいますけど、そうじゃねえだろっていう考え方もあるんですね。まずヨーロッパの考え方で言えば、いくらなんでもその100人殺すやつがそんなに現れない限りは、100人殺すような勝手ない想像力をもう作品にしちゃいけないっていう暗黙の考え方があるわけですよ。真実らしさって問題があるんですね。現実に起こり得ないようなことを作品に変えていいのかっていう問題があるんですよ。で、そういう作品を喜んで読むやつは、まあ子供であるか頭がおかしいか、まあバカかって問題が出てきちゃうんですね。ヨーロッパであればそうなんですけど、アメリカ人はまた別ですからね。娯楽であればもうバンバン人殺してますけど、まあ日本人もその流れに連なるのかもしれないですけど、フィクションの中で何をどのぐらいまでやっていいかって問題が出てくるんですよ。これすごい善悪の問題にかかってくるんですけど、日本では水戸黄門で最後に水戸光圀が印籠を出して、あれが善だって言って終わるってパターンありますけど、あれヨーロッパで同じようなドラマがやってるかって言ったらないんですよね。
で、印籠だけ出してそれが善だって、なんだそれってみんなずっこけるわけですよ。ああいうものを見せられると。だって革命をしてきたから、ああいう王権とかですよ、王様の権力とか傘に来たような解決の仕方だったら民衆が暴動を起こすわけですよ。で、何万人も死んできた国で印籠出されたって何の説得力もないって言って、なんで日本人はあれで土下座するんだって、まだそういう国なのかって勘違いされますよ。勘違いされてんのかもしれないですけど、まあ、もう最近だから水戸黄門やってないですけど、だからああいうもん見たくなくなってきたんですよ、だんだん。あんなもんで土下座してるの嫌だなって今の若い人は思うんでしょうけどね、見てりゃ。そのぐらいそのフィクションの中で何が善なのか何が悪なのか、今までは水戸黄門見てて、おじいちゃんおばあちゃんが、ああよかった、お上は正しいと思って見てたのかもしれないですけど、今もう国に対する、政府に対する不信感マックスなんで、ああいうなんていうか上からの権力で物事を収めていくっていう輪を持って尊しとなすって、無理やり強制力でやられると内心反発を受けるわけですね。無力感を覚えると思いますけどね。で、そういう番組やってると見たくないってなってくると思うんですね。まあ時代劇が流行らなくなったのは制作費がかかるっていう問題もあるかもしれないですけど、それ以上にそのそんなとこで1時間のドラマでよくわかんない善悪見させられると不愉快な気分になるっていうのは あると思うんですね。それなら恋愛ドラマの方がまだいいって。何が善悪かわかんなくて不倫とかもう浮気とかぐちゃぐちゃしてるようなもの見させられた方がまだマシだって、そっちの方が真実らしいじゃねえかって思うんだと思うんですね。なんか話がだいぶずれちゃったんですけど戻ると、なぜニーチェがこの善悪の話をしだしたかっていうと、これニーチェってのはギリシア悲劇の、ギリシア古典文学の研究家だったんですよ。でギリシア悲劇っていうのは必ずその悲劇の中に善悪を見せてるわけですよ。何が善で何が悪か最後にオチをつけるんですね。それがすごい重要なんです、ギリシアの中で、作品の中で。で、僕もギリシア悲劇読んで初めて分かったのは、ギリシア人の善悪ってこうなんだって。キリスト教が出てくる前なんで、キリスト教が出てくる前の多神教の国で物事の善悪ってどうやって決めてんだっていう話が全部ギリシア悲劇に書いてあるんですね。だからそのオレステス三部作っていうのはアイスキロスにありますけど、有名な。で、親とか殺しちゃってるわけですよ。親父がお袋に殺されて、そのお袋を息子が殺すって話で、じゃあその息子は罪深いのかっていうのは最後に裁判になるんですね。で、復讐の女神たちって3部作目の3部作で、まあ、無罪になるんですけど、そういうことが演劇になってるんですよ。で、演劇って必ずその登場人物がやったことを成した悪が本当に悪なのかって問題が出てくるんですね。で、そういう善悪の問題がずっとギリシア悲劇って問題になってて、そのフォーマットで未だにフランスの演劇もシェイクスピアも書かれてるし、果ては水戸黄門に至るまであらゆるドラマがそのギリシャ悲劇のフォーマットから善悪の処理の仕方を使ってるわけなんですよ。で、そこの善悪に真実らしさがないとダメだって言うんですね。それはアリストテレスが言ったんですけど、あまりに最後の夢落ちでしたみたいなですね。全部夢でした。登場人物の夢でしたみたいな。それメタフィクションって言うんですけどね。その、現実に起こらないことで最後に、オチをつける。とか、そういうことやっちゃいけないって、こう厳密な決まりがあるんですよ。ヨーロッパの方だと。それを、パラレルワールドとかやんないとかですね。あるんですね。村上春樹とかパラレルワールド書きますけど、ああいうのはまあやんないですね。やんない。いや、やると真実らしさがなくなるから、そんなことあるわけねえじゃねえかってツッコミが入って、作品の価値がそこでないっても処理されるのがヨーロッパ文学の伝統なんですよ。で、そういうとこがあるんですね。で、ニーチェっていうのはそういうのを悲劇の誕生って本で書いてるんですね。なぜ悲劇はあるのかっていうと、悲劇っていうのはやっぱ善悪の問題
を教えるためにあるんだっていうか、そこにカタストロフがあるのは善悪、善と悪の戦いがそこに描かれてるからだって、人知れず善だと思ってやってたことは悪だったとか、そういうことが分かって悲劇なんだって。人間の道徳的価値やいかに曖昧なものかが最後に強烈な現実によって分かるっていうことがですね、それは悲劇の醍醐味なんですけど、まあそういうことを演劇から研究してたんですね。だから優れた演劇がある、文芸がある国っていうのは善悪の価値がよく分かってるっていうか、その民族なりの善悪がはっきりしてるってことですね。そういうことをニーチェは考えてたんですよ。で、僕がニーチェを読んだのはそこに関心があったから読み始めたんですよ。別に哲学が好きで読み始めたわけではないんですね。そのギリシャ悲劇を読んでて、その善悪の問題って面白いなと思って、その後もずっとフランス演劇でも問題なんですよ、善悪って何なんだっていう。でたくさん論争が起こってて、であとメタフィクションやっちゃいけないとかお約束もあるんですね。そのの調べていったら、まあ、ニーチェの哲学はそういう哲学だって分かって興味を持ったんでその一般に言うその哲学に憧れがあって読んだわけじゃないですね。僕は道徳的価値、善悪がどこにあるのかっていうのを知りたくて哲学書を読んでるんですよ。でそこのポイントを外して別に哲学書を読みたいとは思わないんで、それが僕のその全てを見ていく基準というか、日本の文学を見る場合もそこに何の善悪の問題が書かれているかと、そこから読み解くようにしてるんですね。で、僕は本読むってことは全てそこに集約されると思うんですよ。ここに書いてある、まあ、その自然科学の本だったらそれが学問的事実なのかどうか、真実なのかどうか、それは数字でわかる話なんでそれで済むんですけど、文学とかフィクションの問題ですね、まあ、宗教の問題も哲学の問題もどこに道徳的価値があるのかっていう価値の創造なんですね。ずっとそれが永遠に繰り返されてる。でそれは僕らの日常そのものなんですね。善悪の判断していかないと生きていかないし、道徳的価値の判断がしっかりしてる人が尊敬されるっていうのが、まあこの世の中の常なんで、まあ、ふわふわ何も考えなくても生きていけることは今まではできたんですけどね。これからその今まで信じてた道徳観ってみんな通用しなくなってきてるんですよ。それを信じてても、さっき言った話、その真面目に推薦入試で受かってきたけど就職できなくて要はがなんで自殺するとかですね、推薦入試で入ってスタップ細胞を見つけたつもりだったけど実はなかったとかですね、そういう話に善悪の問題がかかってくるんですね。真面目にコツコツやってた人が報われない世の中ができてきてるんで、じゃあなんで報われないのかをもう一度善悪を立て直さないといけないと、そういう時代になってると思います。だいぶ余計な脱線の話しちゃいましたけど、ということですね。だからどの民族の受賞時も善を数々を刻んだ石の盤が掲げられてると、まあ、どの民族も そこに固有の善悪の考え方があると。で民族が困難だと思うこと、それは民族によって称えられるべきものである。民族って必ず困難があるわけですね。日本にとってみればそのペリーの黒船来航でその日本が植民地になってしまうとか、そういう中で無理やり頑張って近代化してきたとあるんですね。開国してですよ。で民族存亡の危機ってのはどこにもあるんですね。それはその出エジプト期のモーゼもそうですけども、エジプトで迫害を受けてたイスラエルの民がモーゼに率いられてエジプトを出てシナイ半島の方に行ったんですね。そこで神との契約をするわけですよ。その神の契約を守れば、お前らのイスラエルの民は皆殺しはしないって言われたから神と契約したんですね。だから必ず日本は日本で日本民族が生き残るために、自分たちの神話を、古事記とか日本書紀に書かれてる神話を大切にして、で日本民族っていうのは万世一系天皇陛下がおられるということにして
るわけですね。で、数々の困難を克服して、まあいろいろ戦争もやりつつですね、民族を守ってきたっていう、聖なるものとして称えられるべき民族だっていうふうに自覚して生きてるわけですね。これはどこの民族もそうなんですよ。日本だけがそうじゃないですからね。そういうもんだということです。まあただ共産主義は違いますけどね。共産主義って民族を乗り越えた、宗教と民族を乗り越えた普遍的なイデオロギーってことなんで、共産主義が尊いって考え方ですからね。まあその話はまあ別にしておきますけど、96ページの後ろから4行目、民族を支配と勝利と光栄に導き、隣国にとって恐怖と嫉妬の的にさせるもの、それがその民族にとって高いもの、大地のもの、すべての尺度であり意味なのだ。まあこれ重要なこと言ってますけど、民族にとって高いもの、大地のもの、すべての尺度っていうのは、それは民族の勝利と光栄につながっていくものだと。で、その隣の国にはないものだと。恐怖させられるものだと。まあ、日本で言えば万世一系の天皇陛下っていうのは、エンペラーがいるってことになってますけどね。エンペラー、明人って言われてますけど、まあ、英語のニュースで聞けばエンペラーって言ってますけどね。で、世界中に今エンペラーっているのかっていうと、日本にしかいないんですけどね。まあ、一応皇帝がいるってことになってるんですね。だからその皇帝が勝利と光栄になってると、それがまあ戦前においてはちょっと軍国主義的な感じで取られてますけど、今は日本の天皇陛下っていうのはまあに日本のなんですかね まあ民族の象徴ってことになってますね。まあ、それが隣国にとって恐怖と嫉妬の的にさせるものかどうかはまあ別として、日本民族にとって一番高いもの、大事なもの、全ての尺度っていうのは、僕は天皇陛下の存在にあると思いますよ。そこに善悪や美醜の問題も入ってきますよ。まあ三島由紀夫って作家がいますけど、彼は文化防衛論って言って、まあ天皇陛下が一番の価値の尺度だって書いてるんですけどね。まあ僕もそうだと思いますけど、ただそれはそれぞれの民族にあるわけですね。チベットではダライ・ラマでしょうし、まあそれはイスラム教徒に言わせればアラーの神でしょうし、まあそれはそれぞれ、アメリカ人にとってはオバマってことないか、まあアメリカ民族じゃないですからね。いろんな民族がいるから、まあアメリカって国ですよね。国の理想みたいなのは一番高いと。まあ、アメリカの言う民主主義とか、市場経済とか、そういうものが一番素晴らしいと思ってますからね。自由とか。アメリカの言う自由が全て の民族により高くて、第一のもので全ての尺度だって思ってますからね。それを他の国に押し付けがましいところありますけど、まあ、そういうものだと。いうことです。で、96ページの後ろから2行目、誠に我が兄弟よ、あなたがまずある民族の持つ困難と土地と天候と隣国を知ることができたら、あなたはおそらくその民族の国旗の法則を推測することができるだろう。なぜならその民族がこのはしごによって自分の希望するところに登っていくかも推測できるだろう。あ、またなぜその民族がこのはしごによって自分の希望するところに登っていくかも推測できるだろうってことですね。まあその土地とか天候とか、その地理的条件によってある民族がですね持つ困難っていうのが分かると、まあクルド人ではクルド人の困難とかですよ、ユダヤ人の困難とか、まあ、いろいろありますよ。そういうものは彼らが住んでる土地とか、そこの天気とかですね、囲まれてる国々によって分かると
で、その民族の国旗の法則ですね、自分たちを鍛え上げていく優れた民族だと思おうとする法則も、まあ、住んでる条件によってわかると。日本はその地方を海に囲まれてますから、まあ陸に隣の国に囲まれてる国よりは、なんというかその民族意識や気迫っていうなところもありますけども、まあ囲まれてるところは囲まれてるところで敵ですからね、隣の国の人は。敵がすぐ陸続きに地続きにいるっていう考え方は日本人の感覚からすればちょっと分かりづらいんですけどね。そういうことが分かると、その民族がなぜそのはしごによって、まあ自分たちの国旗の法則によって自分の希望するところに登っていこうとするかを推測できるってことですね。ということです。で、ちょっと長くなりましたんで今日はここで終わりにします。まあ続きはもう一度録音していきます。最後まで聞いてくれてありがとうございました。以上です。